回お前に依頼したいのはスメラギの工場施設への奇襲攻撃だ。目標である工場施設の最深部にこちらで用意する了解。施設内にはどう侵入すれば。目標施設は定期的に自動運転の列車によって燃料物資の搬入を行っている。その列車に乗り込めば施設内部まで侵入できるはずだ。頼んだぞジブ。
了解。グッジョブ、ジブイ。ぶち抜けられたようだな。って聞いてよ、爆速でカットンできたぜ。てめえが行くのはこの先の動力路じゃねえ、地獄だ。俺はデイトナ、愛しのシアンちゃんを奪ったてめえを俺は絶対許さねえ。シアンが何だって。ふっ、人の小石を邪魔するやつだ。馬に蹴られてゴートゥーヘルだぜ。シアンか。ほらほらほら、決まってんだろうが。そのてシアンちゃんを連れてやがって、何言ってくれてんだよ。ほらほらほら、消し炭になりやがれ。人間が何を言う。俺がシアンを使っているというのは、なぜ彼女を救い出してあげなかった。ほらほら、てめえもテロリストなんてやってんだ。なら分かってんだろうが。俺らみたいなゴロツキに対して世間様は冷て。ほらほら、つめらぎにいる限りシアン様は安全だ。シリスラ残さねえ。そりゃ多少は不満もある。サンシャインノバあるかもしれねえけど、アイドルってのは仕事ってのはこんなもんだろうが。スメラギを抜けるのが救いだっつうのは、てめえの勝手な押し付けなんだよ。彼女は自由を望んでいた。人を苦しめる歌は嫌だと言っていた。彼女は心の中の影色と言いたいのか。蹴り潰す。本人が望むことだけが、ほら、幸せとは限んねえんだよ。飛ばして、アンドブルー、バークカンバ、よっしゃー。敵の能力者を倒したか。爆弾を仕掛けたらすぐに脱出するよ。最後まで気を抜くなよ。
そうだシアン。いいの？もらシアンに受け取る。ありがとう。大丈夫？この本が悲しいお話で、パン職人のロボットが人間の女の人と恋に落ちるんだけど、女の人死んで。その本、今度僕も読んでみるよ。